カウドレー子爵は、イギリスの子爵、貴族、連合王国貴族爵位。実業家ウィートマン・ピアソンが1917年に、ジョイされたことに始まる。初代カウドレー子爵ウィートマン・ピアソン子爵家の邸宅、カウドレーパークを描いた絵画。コングロマリット・ピアソンを率いる、実業家ウィートマン・ピアソンは1894年に、順弾灼を授けられた。 ピアソンは続く1910年には連合王国貴族としてサセックス州ミッドファーストのカウドレー男爵に乗されて貴族に列した。彼はさらに1917年にサセックス州カウドレーへのカウドレー死者を得て死者化を起こしている。その息子である二代死者ハロルドはサフォーク州愛選挙区選出の庶民院議員を務めた。彼の後はその長男ジョンが爵位を襲った。 三代四尺ジョンは、第二次世界大戦中軍時に左腕を失うも、競技用疑手を完成させるほどに、ボロ競技を愛した人物である。1954年に、おじから、ピアソンの会長職を引き継いで1977年まで、同職にあった。彼が1995年に没すると、その息子マイケルが爵位を継承した。彼が2021年現在の四尺家当主である。 試者家のカントリーハウスは、ウェストサセックス州のミッドハースト近郊のカウドレー、パークである。四大試者が2011年にその邸宅を売りに出し、後にアパートへの転用を提案している。試者家のモットーは、何時の力でなせ。現当主である第四大カウドレー試者、マイケル・ピアソンは、以下の社会及び、順段社位を有する。 爵位の推定相続人は、当大の息子である、ペレグリン・ジョン・リッキンソン・ピアソン。漢方、ロンドンガゼットでは、順断尺の正式名称で触れられている。ただし、本文では、領地指定部分が長すぎるため、単に、順断尺とした。ありがとうございます。